うん、前回悪いことは起きなかったが。じゃあゆっくりしてくれ。世界を記憶することになる。スジャンマは最高にうまいぞ。金を払ってでも本物たちが。厳しい時代ですけど。文句があるなら毛羽院邸へ行け。どうかお恵みを。ブラルサ、自分が食うだけで精一杯なんだ。私は家も家族も人生も、そして正気も失った。
今まで生きてきて、罪人がまだ大丈夫だと言う。もうどれぐらいになる。ドラゴンが戻ったのだ。だがスコールはそれよりはるかにひどい状況をも生き、木の岩は汚されたままで、大地は未だ不安定だ。だが残りの5個が解放されたとなれば十分かもしれない。
それ以上は望む。そうだ、スコールの言い伝えでは我々が呪術師としては秘密を守るだけではなく、今がその時ではないかと書く。本を渡してくれ。私が読んでタルマモラ自身と直接話をしよう。そして取引を守るように念を押すとしよう。その点はどうかな。この犠牲を価値あるものにしてくれると信じている。父さん、やめて。この本は間違ってるわ。邪悪よ。これまで私に教えてくれたこと全てに反してるわ。やらねばならんのだ、クリア。ミラークの影からソルスセイムを解放するにはこうするしかない。全てが変わらざるを得ない時代は来るものだ。生きていれば永久に変わらぬものなどない。私のことは心配するな。これは全創造主が私に定めた運命だ。そばにいるわ。いつものようにね。この子の悪しきマスターが何を用意していようと、私は受け止めてみせよう。あなたはどうして平気でいられますの。私に秘密を明け渡す。そうだ、いや、やめて。嘘。貴様になど、貴様になど。贈り物を持ってきてくれたな。俺に約束を守る。オブリビオンの王子として恥ぬようにな。ミラークに挑戦するために必要な力の言葉をやろう。お前は彼の公敵主か後継者のどちらかになるだろう。運命の流れに定められるまま。犠牲になったのはあなたがミラークを倒し彼のマスターの影をこの地から消し去るためよ。行ってミラークを殺して。必ずね。あれ、彼の死を無駄にしないで。ミラークを止めに行って。今は暗き時代だ。ストロンが導いてくれない。どうやって生き抜けた。彼はこうなることを知っていたと思うわ。あの本の中に自分の死を予見したの。
彼はアルミアス・モラのはず。はい。彼はすぐ後ろにいました。ストルンは父のような存在だった。それはどういう意味？これは何だったの？彼はどうしてどうしてるのか分からない。そう、この目で見る。ごめんなさい。申し訳ないが、この聖堂は信仰の使徒だ。
待ちなさい旅人、ここに用はないはずよ。悪気はないけれど出て行って。寝ているところを見た試しがありません。どうやっているのかは知りませんが、一瞬たりとも休息を取らないのです。見なかったか、腹が減ってきた。なら探し出してアップルキャベツのシチューとカニスの根の茶を用意するよう伝えるのだ。紅茶を自分でか。私はテルバンニ家のマスターウィザードだぞ。茶な、分かっている。でな、頼み方のお願いだ。スカイリムの英雄よ、バローナを探し出してもらいたい。一生感謝する。アートスト、手持ちがあるなら回答、なければ見つかる場所を教えよう。力を貸してほしい。アッシュガーディアンを召喚したんだけど暴走してしまった。ありがとう、マスターネロスの注意を引きつけておくから今のうちに早く。ちょっと待って
アッシュガーディアンは始末してくれたのかな。それは良かった。払えるお金はないけど、代わりに渡せる杖ならある。分かった。マスターネロス、それがちゃんとハートストーンを持たずに唱えると手当たり次第に襲いかかってしまう。バローナはまだ見つからんのか。だが欲しくてたまらん。後ろですわ。いいものはありまして。行きましょう。あら、何ですの？それは役に立つと思いますわ。私たちの物語を紡ぎましょう。
隠れたって無駄よ。
スノランが望んだのだ。彼は気分屋だからな。だがこれで奴から自由になる。アポクリファでの生活は終わった。ここでは全力を出せるだろうが、それはこちらも同じだ。お前は死ぬ。そして私はお前の魂の力で再び己が運命の主となる。ほらやめなさい。でも思っていたのか。ここで私に隠し事とはできない。まあいい、新しいドラゴンボーンが私に仕えてくれるだろう。祈ろう。ミラークは私に対する反逆を目論んでいる。奴の霊から学ぶんだ。忠実に仕えれば十分な見返りを与えられる。
ちなはずですわ。感じるわ。木の岩は再び解き放たれた。土地がもう一度一つに結びつけられたわ。ということは終わったの？ミラークが負けたの？ソルス生命を脅かしていたのはミラークだった。彼の死でパルマモラの企みは再びくじかれたわ。でも教えて、父の死は避けられなかったの？他にミラークを倒す手立てはなかったの？ええ、その協力は父を殺さずとも成し遂げられるものだったけれどね。それがスコールの永遠の敵ハルマモラのやり口よ。スコールのためを一つだけいい？余計なことかもしれないけど、一つ忠告警告してもいいかしら。私にはスコールの呪術師として村人の心の安寧を保つ役目があるの。あなたはスコールのものではないけれど、スコールの友人よ。だからあなたに警告しておくわ。パルマモラがミラークを倒すためあなたに仕えさせたのね。それ以上の誘惑に乗ってはダメよ。全創造主はもっと崇高な目的のためにあなたをドラゴンボーンにしたのよ。そのことを忘れないで。スコールの友よ、全創造主と共に歩まくこと。父は気高い人だった。そして生まれた時から準備をしてきたのよ。言うまでもなく覚悟はできてる。ただ父の望みを果たすべき立場でこんなことを言うべきじゃないけど、これは自分で選んだ道じゃないわ。私自身はいつも自分は立派な狩人になれる、村長だって務まると思ってた。ファナリが何も言わないわけがないでしょ。村長の地位に関わる話となると、まるで仕留めたい者に食らいついて話そうとしない狼みたいだもの。でもいいの、スコールには呪術師が必要だし、それが自分の役目だってことは分かってる。ごきげんよう。前の岩、いや、毎日狙う練習を続けるよ。パパ、そろそろウルフ・ワイルド・ブラッドと呼ばれている。前にも言ったスコールのファーストなんて話をする気分ではないのだ。サイだけなの、カリュードも邪魔をしないって約束するから。森の野獣なんて怖くないわ。言っただろ、ちゃん、勇気と狼のようなところは認めない。物事にはちょうどいいタイミングってものがあるんだ。ここにはソルス星の連長老たちが村よりずっと大きな町の話をしてるのはスコールだ。